はい、ケイです。今回は今井炎上ロッテに乾杯ということで、まあ、今回はね、本日5月24日の、ロッテとの試合を振り返っていこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、ロッテに乾杯で10カード勝ち越しなしということで、まあ、今回はね、本日の試合を振り返っていこうかなというふうに思うんですけれども、まあ、今日も本当に、まあ、ひどい試合だったなというのが、まあ、率直な感想になります。まあね、負けは負けなのでね、まあ、別にこうどういう負け方をしようが、まあ、結局いっぱいはいっぱいで、で、まあ、これでね、まあ、10カード連続勝ち越しなしということになりました。まあ、本当にもう5月勝ち越しできないんじゃないかっていうぐらい、ちょっと本当に先が見えないというか、まあ、そう思われても仕方ないような試合内容だったなというふうに思います。まあ、ちょっとね、試合の方振り返っていくんですけれども、昨日、ZOZO マリンでね、試合予定されていたんですが、まあ、それがね、ちょっと雨で、中止ということで、で、まあ、昨日ね、先発予定だった今井投手が、スライド登板という形で、今日の試合に先発となりました。で、相手はね、まあ、小島投手ということでした。で、今井投手がね、まあ、ちょっと本当にもう序盤からとにかく失点を重ねてしまった、初回に安田選手の、スリーランホームラン、そして2回に田村選手のソロホームランで、3回にまた安田選手にスリーラン浴びたりとかね、まあ、本当にとにかく、まあ、本当に1回2回3回と、まあ、とにかく立て続け連続で失点を重ねてしまって、3回は持たず8失点でノックアウトということで、まあ、これ今シーズンの今井投手の中で一番ひどいピッチングだったんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、やっぱりなかなかね、先発がね、もう序盤からこんだけ点を取られてしまうとね、で、相手も小島投手ということで、こう好投手ですから、まあ、もうほとんどね、勝つことは厳しくなるということなんですね。で、まあ、打線の方もね、やっぱり最近とにかく打てないということが課題になっていて、で、まあ、今日もね、小島投手の前に、まあ、ちょくちょくチャンスは作ってたんですよ。はい。ただやっぱりこうゲッツーになってしまったりだとか、まあチャンスで1本出せなかったりとかっていうところで、まあ結局ね、まあ1点だけに終わってしまったということ。まあ6回に牧野選手がタイムリーを打って、で、その1点だけでまた結局終わってしまいました。で、初回もね、まあノーアウトでランナー出たけどゲッツー。で、2回もね、ノーアウトでランナー出たけど、まあ遅れずに結局ね、次のバッターゲッツーということで、まあまたこう初回2回ということで連続でね、またゲッツーになってしまってるんですよね。まあこういったやっぱりね、こうゲッツーだったりとかがね、結局ノーアウトでせっかく出たのに、まあランナーを生かすことができないっていう結果に終わってしまって、まあ非常に本当にもったいない形ですよね。で、まあ今井投手の後の投手もね、結局失点を重ねてしまった、まあ本田投手、某高橋投手、青山投手もね、みんな打たれてね、まあちょっとまあ点失点の方も11点加算でしまって、まあ11対1ということで負けてしまいました。で、これで、まあ、10カード勝ち越しなしということで、まあ、本当にね、4月の中旬のソフトバンクのカードで勝ち越して以来、ずっともう10カード連続で、勝ち越すことができていないということで、これで借金ももう6ということで、かなり膨れ上がってしまって、まあ、順位の方もね、5位ということになってしまっています。で、まあ、今日の試合に関してははっきり言って、まあ、今シーズンの試合の中で一番、内容的には、ひどい試合だったんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、もちろん精神的にダメージが大きい試合っていうのは、まあ、マスラ投手がね、ちょっとオリックスからサヨナラ食らった試合だったりとか、まあ、開幕戦であと青山投手がね、こう9回ツアウトで森友哉選手に同点ホームラン打たれてしまった試合だったりとか、まあ、そういった試合が精神的ショックは一番大きいんですけど、内容的に一番ひどいなっていうふうに思った試合は、今日の試合といってもね、過言ではないかなというふうに思いますね。まあ、それぐらい本当に、今日の試合は、ひどい試合だったなというふうに思います。まあ、どこら辺がひどかったのかってところなんですけど、まあ、まずはね、もうピッチャーですね。11点取られたらさすがに勝てないぞということ。まあ、特に今井投手。先発ピッチャーがね、8点取られて、まあ、なかなかやっぱ勝つ方が難しいです。で、特にやっぱり相手も、まあ、好投手、小島投手ということでね、まあ、ライオンズが結構苦手としているピッチャーで、防御率も1点台のピッチャー相手なわけですよ。で、やっぱり僕自身も、こう、月曜日に、ロッテとのカードのね、こう、動画出しましたけれども、まあ、火曜日がメルセデス投手で、水曜日、小島投手来るということで、まあ、火曜日結局流れましたけど、まあ、やっぱりロッテ本当にピッチャー陣がとにかくいいから、まあ、先発陣が、試合作らないと、まあ、多分勝負にならないよという話をね、しました。で、まあ、今井投手がね、こう、やっぱり先発でしっかり試合を作るってことが、もう最低限ライオンズが勝つためでは、必要になってくる条件だったんですけど、まあ、それがもう見事に、序盤で打ち砕かれるということ。まあ、3回も投げ切れないで8失点っていうのは、もうはっきり言ってちょっとひどすぎたなというところですね。
で、まあ、本当に今投げてるボール自体が、まあ、そんなにめちゃめちゃ悪いかっていうと、あの決して今日はねそんなことはなかったと思います。あの球速も出てましたし、こうまっすぐで空振り取るシーンだったりとかもありました。変化球もねこう結構コースいっぱいについたりとかしていたんですけれども、まあ、やっぱりこうフォアボールを出して、まあ、ランナーを貯めて、まあ、デッドボールとかでもこうランナーを貯めて、まあ、一発打たれたりだとか、まあ、タイムリー打たれてしまうっていうことが、まあ、何より良くないですよね。まあ、スリーランをやっぱり安田投手選手に2本打たれてしまったというところ。まあ、ソロホームランだったらまだいいんですけれども、こうやってランナーをね、貯めてのホームランというところがやっぱり一番こう失点がね、増えてしまいますので、まあ、それがとにかく良くなかったなというところ。一発だけは絶対にダメっていうところで一発打たれてしまった。そこがやっぱりね、良くなかったかなっていうふうに思います。まあ、正直言って今井投手やっぱカードの頭を任されるピッチャーとして、まあ、ちょっと混乱を本当にひどかったなっていうふうに思いましたし、で、まあ、前もね、こう、ロッテにやられてるんですね、今井投手。で、そこで、まあ、こう、ベンチでね、こう、グローブ叩きつけて、すごい、こう、悔しさあらにしたんですけれども、まあ、今回は本当にそのね、あの、悔しさ晴らしてほしいなっていうふうに思って僕を見たんですが、まあ、ちょっとその時よりもひどいピッチングになってしまったということで、まあ、本当にね、ちょっと、まあ、高橋光成投手、今、やっぱもう絶対的エースとして今頑張ってますけれども、やっぱ今井投手も、まあ、平投手も松本投手もそうなんですけど、やっぱり、ね、高橋光成投手に負けないぐらいのピッチングだったりとか、まあ、成績っていうところをね、あの、残していってほしいんですよ。で、特に今井投手はやっぱりもうローテーション何年も張ってるピッチャーなんで、もう高橋光成投手と本当2人でピッチャー陣引っ張っていってほしいっていう風に僕は思ってるんですね。で、それなのにやっぱりこういう風になってしまうと、なかなかやっぱこうね、信頼もできないし、まあやっぱり高橋光成投手にはまだまだ及ばないなっていう風になってしまうんで、まあやっぱり今井投手もこうね、エースっていう風になっていくためには、あの本当に頑張っていってほしいですし、あとやっぱり何より忘れちゃいけないのが、もう今年はもう背番号もね、あの48番に変えて、あの11番ってすごいいい番号をね、こう自分から捨ててですね、48番武隈投手のこう意思を継いで頑張るというふうに言ったんですよね。なのでやっぱり今シーズンはもうそれだけ僕も覚悟を感じてやってくれるっていうふうに思って期待をしているので、あのなんとかもうこれ次の登板、なんならもう今シーズンはこういったピッチングはもうないようにずっとね抑えていってほしいなというふうに思います。で、あとはまあ、やっぱ今日気になったところはキャッチャーですね。で、今日から柘植選手がまあ1軍の方に入ってる。まあ一応ね、登録自体は昨日されたんですけど、あの試合なかったんで昨日は。まあ今日からね、1軍の方で、まあ一応こう試合に出れる復帰っていう風になってたんですけど、で、実際にまあ今日打席立って復帰もしたんですけれども、あの、スタメンマスクは古賀選手だったんですね。で、基本的に今井投手はね、ずっと開幕からこう柘植選手とバッテリーを組んでいて、で、柘植選手とこう完封とかもね、していました。ただ、まあ、今日はね、また古賀選手と組ませていたということで、まあ、こういったところもね、あの、どうしてなのかなというふうに思いました。で、結果的にね、まあ、結構打たれてしまったというのがあったので、まあ、ここの起用っていうところもね、ちょっと次回以降は見直していってもいいんじゃないかなというふうに思います。で、続いてはね、ちょっと打線の方に話していきたいと思うんですけど、まあ、正直もう打線の方も、もうこれ毎日同じこと言ってるなっていうふうになっちゃってて、で、まあ、結局今日も、まあ、ゲッツーと、チャンスで打てないというところ、まあ、この二つがね、結局、まあ、打線の課題というか、まあ、一番こう目立った部分かなというふうに思います。まあ、ピッチャーの方も今日なかなかひどかったですけど、まあ、打線の方も相変わらずという形になってしまってですね。で、結局本当にもう最近の投手、あの、攻撃陣のは、あの、この繰り返しなんですよ。うん、もう本当にランナーは出すけど、ゲッツーになってしまう。得点圏に行っても、まあ、一本出すことができないっていうところで、もう正直、もう本当に言うこと何もないです。うん、まあ、正直、だからもうちょっと今回もあんまり話せることあんまないし、正直ポジ要素も、まあ、あるっちゃあるんですよ。まあ、長谷川選手ヒット打ったりだとか、あの、平沼選手がね、マルチアンダ打ったりとかもあるんですけど、まあ、正直もヒットは、まあ、ぼちぼち出てると。ただやっぱその中で、こう、ゲッツーになってしまったりだとか、あの、結局ね、こう、ヒット出てランナー貯めてもね、また得点圏で一本出せなかったりとかっていうことの繰り返しになっちゃってるんで、まあ、正直ヒット出ただけっていうところじゃね、まだあんまポジれないんですね、もう。いよいよ本当にね、ちょっともう野手陣がやばいなっていうところになってきてしまってるんで、あの、なんとかしてほしいと思うんですけど、まあ、あとやっぱりもうもちろんね、こう、偏差値だったりとか、まあ、チャンスで打てないっていうところもそうなんですけど、あの、球数も投げさせることが全然できてないんですね。まあ、結局メルセデス投手3回投げて40球っていうことで、まあ、ほとんどもう1イニング10球ちょいぐらいのペースできてしまっているということなんで、まあ、とにかく、まあ、そこのね、球数を投げさせるっていうところも、まあ、できない。で、まあ、結局今日に関してはホームラン。まあ、ホームランがね、結構リーグの中では2位でね、ライオンズ結構ホームラン打つ傾向があるんですけど、まあ、結局今日はね、ホームランすら出なかったということ。で、まあ、チーム打率自体はロッテとそんなに変わんないんですよ。ロッテのチーム打率2割3分7厘で、ライオンズのチーム打率が2割3分3厘ってことで、あの、そんなにめちゃめちゃロッテと、まあ、打線に差があるかって言ったら、チーム打率だけ見たらそんなに差ないんですね。ただ、得点力っていうところは、もう西武よりロッテの方が、あの、はるかに上を行ってるんですよ。
なのでやっぱり攻撃のバリエーションっていうところが西武は明らかに少なすぎる。まあ、ロッテは本当にこうファールで粘ったりだとか、フォアボール選んだりだとかっていう攻撃が、まあ、結構できるんですね。ただ西武はまあ打率が低いのは仕方ないけれども、それ以外のフォアボールを選んだりだとか、ここぞの場面で1本出したりだとか、あとは例えばランナー3塁とかで犠牲フライ打ったり、こうボテボテの内野ゴールで1点取ったりっていうところ、まあ、あとエンドランを仕掛けてこうゲッツー回避したりだとかっていう、まあ、そういった攻撃のバリエーションっていうところがとにかく少なすぎる。もう本当にみんなもうとにかくバット振って、で打てるか打てないかで、それが当たったらホームランになるしみたいな、本当にそういった攻撃しかなんか最近できてない。もちろんいろいろ考えながら多分やってると思います。バッティングコーチとかね、まあ、ヘッドコーチ、監督といろいろ話して作戦も立てるし、まあ、こういった対策していこう、こういったことやっていこうってことをミーティングして、もちろん話してるとは思うんですけど、まあ、実際にじゃあそれがこうプレーに反映されてるかというと、全然まあそんなことないんですよね。なので本当にやっぱり攻撃のバリエーションっていうところをまあ増やしていかないといけないし、今のメンバーでじゃあそういったことができないのであれば、やっぱりメンバーの入れ替えっていうところをもうやっていくしかないと思うんですよね。まあそういった動きもないというところですので、まあちょっともう本当に攻撃陣に関してはもう何も言えることがないなというのが現状です。もう毎回毎回同じことの繰り返しになってしまっている。でまあピッチャー陣もね、ここ最近やっぱりちょっと安定したピッチングっていうのがね、まあ、高橋この投手以外はなかなかできていないというところがあって、やっぱり今こう投打の噛み合いっていうところは本当に最悪で、まあ、正直ちょっと、まあ、勝てる気がしないというか、まあ、高橋光成投手でなんとかこう大型連敗だけ回避できてるけど、はっきり言って勝てるビジョンだったりとか、正直ちょっとカード勝ち越しするビジョンっていうところが全く見えてこないというところがやっぱここ最近の、ライオンズです。まあ、またね、あさってからオリックスとね、試合していきますけれども、まあ、またねオリックス、まあ、なかなかの強敵になりますので、まあ、そこでね、勝つことができるのか、まあ、まあ高橋光成投手はねどっかに投げると思うので、まあ、そこでね、まあ、まず1勝するとして、まあ、他のピッチャーでね、まあ、どこでじゃ勝つことができるのか、まあ、あとは打線がねオリックスのピッチャー陣打つことができるのかっていうところも、あると思いますので、まあ、なんとか、本当に、まあ、メンバー入れ替えるなり、まあ、できること最大限やって、またね、頑張っていってほしいなというふうに思います。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。